今日はプロ入り初めてスタメン出場、浅野翔吾8番ライトでスターティングメンバーその名に入りました。横川東の投げ合いで始まりました今日の試合。まずは1回の表ランナーを出しましたが、東が、横川が無失点に抑えました。そして一方の東、こちらもランナーを出しましたが、岡本を打ち取って立ち上がりを0点に抑えています。そして浅野の今日の第1打席、サードの宮崎の前、第1打席はサードゴロに倒れています。4回です。坂本が変化球をうまく打って、これがツーベースヒット。ただジャイアンツ打線その後つながらず、大城ショートフライに倒れて、この回も0点、0対0で推移していきます。5回です。秋広のこの打球、外が弾いて結果ファーストのエラーが記録されました。そして浅野の第2打席、インコースのボールをうまく運んでレフトへ、プロ入り初めてのヒット。そして横川のこの絶妙なバントも5回の裏に飛び出しました。そして今日1番長野、ライトへの犠牲フライでジャイアンツがまず先制。7回です。横川対ベイスターズのクリーンナップ、牧が右中間に持っていきまして、ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁。5番の外、このインコースのボールちょっと中に入ってきまして、同点タイムリー1対1。そして太田、外のボール空振りの三振。大和もセンターフライに打ち取って、横川としてはなんとか1点のみで抑えたという7回の攻防。8回、プロ入り初めて8イニング目のマウンドに上がりました。佐野も打ち取ってスリーアウト。8回を投げ切った横川、一方こちらも熱投、東のその熱投に応えるようにサードの宮崎のファインプレー。先頭バッター出塁を許しません。ただその次の長野でした。緩いボールを捉えてレフトスタンドへ、勝ち越しのホームラン。東膝に手をつきましてがっくりこの表情。ただその後もピンチを招きましたが、大城をサードファールフライに打ち取って、なんとかリード1点のまま9回の表に進みます。抑えの中川、宮崎にセンター前ヒットを許して同点のランナーを一塁に置きます。4番の牧、レフトスタンドへ逆転のツーランホームラン。4番の牧が好投した東に応えました。そして6番の太田も、レフトスタンド、ベイスターズファンが待つその場所まで持っていきました。4対2、貴重な追加点。ベイスターズは9回のマウンド森原、長野がライトのファールフライに倒れ、4対2でベイスターズが勝利。これで4連勝。3位4位の直接対決、3連戦の初戦はベイスターズがものにしています。